皆さんこんにちは、コーヒージャーナリスト岩崎泰三です。本日はポットの検証ということで、まあ、私のチャンネルとしては結構ちゃんとした検証っぽいムードが出てきてますね。今日はね、実は少し前にカリタの銅ポットについての動画を上げさせていただきまして、まあ私の愛用ポットの一つなんですが、まあ銅ポットの良さは何ですかってことで3つのポイントで解説したんですが、まあその中の一つに温度ね、ポットってやっぱり温度と非常にこう紐づいた存在ですから、まあ重要な要素なんですけれども、その温度が、まあ、熱伝導がいいので温かい状態を維持しますよとか作りますよとかいうニュアンスの話を動画の中でしたんですね。まあ、もしその動画ご覧いただいてない方いらっしゃいましたら URL の方を概要欄に貼っておきますので、ご覧いただいたら面白いかなと思いますけれども、まあ、それがですね、熱伝導が、まあ、熱伝導率が高いっていうことは温まりやすく冷めやすいってことなので、当然最初に常温のポットにお湯を注いだ時に温度ガッと上がりますよね。でその後に早く冷めます、これ当然のことなんですけども、まあ、最初にガッと高いところまで行くからトータルでその高い状態を維持するというようなニュアンスの話をしたんですけど、まあ、そこはちょっとね紛らわしいなと自分でも思いつつ話をしていたんですけれども、ちょっと誤解を招いたみたいで大変申し訳なかったです。今回はその反省を踏まえてというか、まあ、私自身実際のところどうなのということをずっと気になっていたので、まあ、測っちゃいます。銅、ステンレス、ホーロー、どのポットがどういう特徴があるのか、これは温度変化というところで、熱湯を注いだ直後3分、5分、10分というところで温度がどう変わっていくのかをぜひとも今回ですね、もうはっきりさせたいなと思います。この動画の中でいろいろなことが明らかになるんじゃないかなと思いますから、ぜひとも最後までご覧いただければと思います。さあそれでは行ってみましょう。今回の検証は、まあ、3種類の素材違いということになるんですけれども、まあ、もうご覧いただいている方の中で、まあ、これはイーブンじゃないだろうと、ね、お思いの方いらっしゃると思うんです。容量が違いますから、まあ、当然たくさんのお湯が入っていればそれだけで保温性が高まりますからね。だからまあこの中で普通に適正な量を注いでしまうと、当然たくさん入っているものの方がまあ、長く保温できると、まあ、当然そういう結果になると思うんですね。で、まあ、そういうこともあってコーヒーを抽出する時のドリップポットは小さいものより大きい方がいいですよと、まあ、それがあって昔の喫茶店では大きいポットを使ってドリップしていたっていうことは当然あります。あれは保温のためですね。まあ、金属の違いっていうところを今回明確にするために、全てまあこの容量違うんですけれども同じ量入れたいなと思います。500ずつぐらい入れましょうか。500入れるとこちら結構もうバツバツになりますし、こちらはまあ半分以下という感じになりますけれども、まあ、温度計自体はこの軸がしっかりとね、刺さるように長めの軸のものを用意してますので、まあ、そういった点でちゃんと刺さってないから温度が正確でないってことは防げるかなと思います。で今回デジタルの温度計と同時に、まあ、万が一のためにアナログも用意しまして、途中でこの赤外線タイプの温度計でもまあチェックしていきたいなと思います。お湯の量もちゃんと測りながらね、今回いい風にしていきたいというところで検証そろそろ行ってみましょうか。お、お湯が沸いてきた音が聞こえますね。さあ沸騰したポットが来まして、まず最初にこの温度計の目盛りにそもそも個体差がないかっていうキャリブレーションしておきましょう。あ、ドリテックよりもこのハンズの温度計のが1度高く取ってる傾向にありますね。ペリカン1度高めっていうことで行ってみましょう。グラグラちゃん温度、さあ行きます、どうぞ。ね、はい、どうですね。さて同じ量が注がれまして、現状では90、90、お、いきなり下がってる。ちょっとこんなに、そもそもの温度がね高めの温度計でしたけども、
放浪の方は早速最初の温度が低いね。90、90、89ですけど、これは1度高く表示する傾向にあるので88としましょうか。2度差がついてますね。ステンレスと銅ポットはほぼほぼ同じ。さあここからどう温度をキープしていくのかというところですね。今1分ですね。まあ1分ではほとんど変わらないでしょう。まあ1度低下、放浪の方も1度低下ですね。1分で1度下がりました。これも覚えやすくていいですね。1分で1度下がりがちというのですね。いやー、7秒ずつ、およそこの部屋の室温は今日25度ぐらいということになっておりますから、まあ、いわゆる快適な室温ですよね。いわゆるおうちカフェで参考になるコンディションなのかなと思います。まあ、この室温に影響されて熱伝導がいいので銅のポットがどんどん温度下がるんじゃないかっていうところでいくと、早く下がってもらいたい感じはしてますね、なんとなくね。おー、ペリカンの方は結構なペースで下がり始めてますね。ちょっと表面温度も見てみますか。表面温度 77.8、76.8、ちょっと低めに表示してますね。 74.8、 ペリカンの温度低下が早いですね。これやっぱりそのポットに対して何パーセント入ったかっていうところももちろん干渉してきてると思いますから、まあ小さいポットに対して同じ量のお湯入れてますからね。そういう点ではどちらかというとお湯がいっぱい入っているものの方が有利、キープしやすいってことは若干ね影響してはいるでしょうね。3分、はい、ペリカンも3分。銅ポット85度、84度で、81度ってことになりますね。差し引きしまして、ペリカンちゃんが最も早く温度下がってきてますよと。これは最初の前提条件として常温のポットに入れてますから、もともと温めて温度持っているポットだったら全然違う結果だと思いますよ。もともと常温に入れてますから、温まってない部分が、まあ、熱を吸収することによってお湯の温度が下がっていくってことは大いにあるでしょうね。そういう点で銅ポットが最初に温度をガッと上げて全体が一気に温まったことによって、その金属自体が保温してくれているという効果はあるかもしれません。さあここに来て銅ポットが最も高い温度をキープしておりますね。こんなに銅ポットが保温するっていうのは理屈からするとちょっとね。そうだね、だいたい5分以内にはお湯をポットに入れてから注ぎ終わってますからね。そういう点で言うと、まあ、放浪ポットに関しては最初に予熱をしてない分かなり不利だったってことはありますね。面積も広いしね。結構差がついてきましたね。まもなく5分というところで、はい、78度ぐらいも下がってきてるから、はい、82度、80度、78度ということで2度ずつの差が生じてる。いや、これ素材だけなのか、この大きさがどの程度干渉しているのかっていうのはちょっとなんとも言えないですけども、トータルの金属量が違いますからね。常温で、まあ、この部屋の温度になっていた金属自体がお湯の温度を下げにかかっているってことは当然あるので、金属の量が多い方が早く温度下げるっていうのはあると思うんですけど、それあくまでも最初の段階ですよね。お湯を注いだ時に温度差が出るっていうのはおそらくその金属の元々の蓄熱量だと思うんですけど、加工していくスピードっていうのはちょっとどういうふうに捉えたらいいものか。ステンと銅ポット比較的近いですが、ステンレスポットの方がちょっと温度早く下がってるね。なるほど。ここら辺で逆転？逆転しましたよ。銅が急に温度下がり始めたね。ここで8分ぐらいです、ね、約8分を境に銅ポットがステンレスより下がり始めましたね。
ステンレス自体が蓄熱した蓄熱力が上回り始めたっていう時間帯なんでしょうか。まあ、今温度差ほとんどなくなってきてますね。ペリカンの方は相変わらず同じペースで温度下がっているのがありますが、なるほど、終盤に来て一気にガーンと温まったものが急に下がり始めるっていうタイミングが来るのかもしれないな。温度の下降ラインが違うのかもしれないですね。これ面白いね。ここまで微妙な違いが出ると全く同じ容量のポットで比較してみたくなってくるね、これ。さあ、間もなく10分を迎えようとしておりますが、同ポットは結構下がり始めたので今のところ一番高温維持しているのはステンレス。その後も着々とホーローは下がり続けておりますので、現在71度、76、76度。さあ10分ですね。10分経ちまして、ほとんど変わんない状態にこの2つは来てますね。ホーローのペリカンちゃんだけがやっぱり温度がどんどん下がり続けていると、まあ、やっぱり金属量が多かった分、それだけ最初にお湯を入れた時にそもそものお湯自体の熱が金属にどんどん吸われていったっていうことがまずはありそうですね。いや、全く同じ温度になった。どうとしては。いやー、10分以上この状態でコーヒー入れるのに置いとくことないでしょうからね。同ポットが冷めやすいんじゃないかっていう仮説はなんとなくこれ崩れた感じしますね。私が同ポットの動画で言った通り、最初にわーっとこう温度が上がって、元々のお湯の温度を金属がしっかりと吸うことによって、逆にその金属の高温帯がお湯の方に後から干渉する、その現象は確かにあったようですね。まあ、どん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 温度が下がっていくんじゃないかっていう予想をしてたんですけれども、まあ、そういう観点でいくと、同ポットは熱くなりやすいが冷めやすいというわけでもないという結果は一つ出てますね。銅とステンレスはまあ容量に関してもほぼ変わりませんから、ここら辺はほとんど同じでしょう。で、ホーローポットペリカンなんですが、これは明らかに金属量がトータルで違いますから、まあ本当に一概にイーブンにね比較することはできませんけれども、まあ、同じ量のお湯を注いだ時にどのぐらい温度をキープするかという点でいくと、ペリカンちゃんはまあちょっと弱いですね。ペリカンの場合はもちろんこれは当たり前のことなんですけども、最初から予熱しておくべきですし、適正な量までお湯をしっかり注ぐ、まあ、中に入れておくべきですよね。それによって保温性が保たれるというのが前提になりますから、まあ、今日この結果でホーローが冷めやすいというのはちょっと誤解があるかもしれませんけれども、まあ、私が普段使っているコーヒーポットの中では、まあ、この2つがほとんど同じ保温性能を持っているということは言えるかもしれませんね。皆さんはどういったポットをお使いでしょうか。さまざまなものが今ありますからね。代表的なものとしてこの3種類の素材を今回取り上げてみましたけれども、まあ、いろんなものがありますから、同じステンレスといってもさまざまですよね。形状によっても容量によってももちろん変わっていますから、まあ、一概に言えないと思いますけれども、やっぱり個体差っていうのはありますね。でも
逆に言うとコーヒーを入れる時間3分とか4分とか長くても5分とかそのぐらいの間だったらそれほど大きな違いはないんじゃないかっていうことは一つ言えますね。うん、今回のこのカリタのドーポット編からのスピンオフ動画ということに、ね、なってきておりますけれども、まあ、一回こういうふうに試してみるとなんとなくあれですね、今後のコーヒーのお湯の作り方へより具体的なイメージが湧くようになってきて面白いですね。結局お湯って、まあ、液体で透明で何度ぐらいなのかどのぐらい熱を蓄えているのか、まあ、見えないじゃないですか。もちろんそれは金属も同じで、まあ、どのぐらいの状態になっているのかを見えないものを見ようとする努力っていうのはやっぱりコーヒーの世界で絶対的に必要になってくる話ですよね。まあ、コーヒーの味っていうのももちろん目に見えない話ですから、まあ、そういう点でこういったお湯の温度が実際どのぐらいなのかどう変化していってるのかというところに着目するっていうのも美味しいコーヒーを楽しむために一つ重要な要素なのかもしれません。皆さんももしご自宅でこういった温度計ですとか、まあ、様々な道具をお持ちの方いらっしゃいましたら試してみていただいて、まあ、こういう実験の結果こうだったよみたいなことあればぜひともコメント欄でいただければ嬉しいです。今後もこういった検証動画いろいろ出ていくかなと思いますので、もしよろしければ登録を済みでない方はチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今日も皆さん最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それではまたお会いしましょう。ハッピーなコーヒーライフを。